こんにちは、夏美です。今回は名古屋旅行全体の Vlog でございます。東京駅から夜行バスで名古屋を目指します。夜行バス内アラームを1時間以上鳴らし続ける人がおりまして、許せん。本当に一睡もできないまま名古屋に到着いたしました。名古屋といえばモーニングが有名ですよね。今回はウィンナーコーヒーで有名なベラコーヒーにやってまいりました。お腹ペコペコでございます。私が注文したのはもちろんモーニングサービス。こちらはドリンクの料金でパンとゆで卵がつきます。私はプラス100円で5グラムをつけました。ウィンナーコーヒーの見た目にちょっと圧巻されました。上のホイップをすくって食べました。美味しかった。黒糖パンも程よい甘さでね、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。お腹も満たされた私が次に向かう場所はここだ、東山公園駅でございます。出口は3番出口になります。今回の一番の目的、東山動植物園に移動したホッキョクグマの吹雪に会いたかったんですよね。吹雪は皆さんご存知だと思いますが、秋田県の男鹿水族館ガオで生まれたホッキョクグマの男の子です。東山動植物園に到着いたしました。年パスを購入いたしまして、吹雪に向かって歩いていきます。入ってすぐのところにあるのがズーボゲートですね。お土産やあと、動物パンがこちらで買うことができますね。このモノレールは何なんだろうと思っていました。スカイビューというそうです。これはすぐ乗れるんでしょうか。次行った時乗れたら乗ってみたいですね。まっすぐ進んでいって象のレプリカを見つけて、あ、そうだ、うららちゃんにも会わなきゃなって思い出しているところです。うららちゃんはまだね、出てきていなかったですね。そして象のお隣のところですね、まだ私が行った時には工事中でしたが、こちらにオラウータンとトラの展示スペースができてますね。八木山動物園から、スマトラトラのバユちゃんもね、来園しているのでね、次行った時には会えるんじゃないかなと思っています。楽しみですね。東山動植物園はすごく広いです。どんどん進んでいきますよ。違います。動物のパンは入り口のズーボゲートで買います。ちょっとね、勘違いをしています。どんどん進んでいくと匂ってくるペンギン臭、ペンギンの匂いは独特ですね。ペンギンを抜けて進むと吹雪がいます。宇宙で一番可愛いフブちゃんがいますね。吹雪の動画は別の動画で2本ほどまとめを作っていますので、ホッキョクグマ好きな方はそちらをご覧ください。本当に綺麗で美しいホッキョクグマに育ちましたね。お尻が可愛いんですよ。動画を見返していて気がつきましたが、アワサギ先輩2人いらっしゃいました。はい、ホッキョクグマの正面がカリフォルニアアシカ。ここは数が多いのでね、めちゃくちゃ遊んでいましたね。はい、そしてアシカの隣がアザラシです。この日はプールの掃除をしていたので、すごく浅いプールで一生懸命泳いでいました。他のクマたちにも会っていきます。クマが遊んだおもちゃですね、バッキバキになっているんですけれども、それよりもちょっと気になることがあります。クマのイメージ悪すぎじゃない、このイラスト。こんな悪い顔してます。はい、こちらはマレーグマかな。うん、すごくのほほんとしています。月のワグマですね。月のワグマだよねこれね。こんなになんかパツパツでした。ちょっともしかしてお太り気味なのかな、どうなんでしょうか。お腹が空いたのでドアシスでスガキヤのラーメンを食べに行ってきました。スガキヤのラーメン私初です。
冷やしラーメンを注文いたしました。食べやすくてツルツルですごく美味しかったので、お土産に買おうと思ったんですが忘れてしまいました。吹雪は引きこもり気味だったので、ゾウの赤ちゃんうららちゃんに会いに行ってきたんですけれども、どういうわけかうららちゃんにピントが合わねえ。大人のゾウのお尻にはピントが合うんですが、うららちゃんにだけ合わない。どうしてだ。大人のお食事中に小さい花が出てきて、一緒にねお食事をしようとしているんですけれども、一人で食べたかったんでしょうね。ご飯を持ってどっかに行ってしまいました。うららちゃんは自分の食べている草を踏んでしまいます。大人に混じって一生懸命食べていました。大人の後ろを小走りで走り抜けるうららちゃん、いややっぱり可愛いな。ちょっとねこれもねピントがね来てないんですよ。次はもうちょっとすいません、綺麗に撮影をしようと思っております。申し訳ございません。東山動植物園はかなり広くて、まだね半分ぐらいしかね回れていないです。はい、午後の吹雪のご飯タイムを見まして、この日はですねお魚をねもらっていましたね。美味しそうにお魚を食べていました。可愛いですね。いやなんかこうやって見たらねちょっと頭なでなでできるんじゃないかななんて思っちゃうんですけど、まあクマだからな、腕がなくなっちゃうかな、最悪まあ命がなくなってしまう運が良ければ腕一本でこのご飯タイムが終わった後は吹雪は引きこもってしまったので、じゃあということで私は名古屋港水族館に行きたいなと思いまして向かっております。去年も来たんですけれども、ハンドウイルカのレイ君に会いたいんですね。名古屋港水族館に到着いたしました。では初めてのことになります。皆さんご存知かもしれないんですけれども、ベルーガのグレイは、8月ぐらいに出産をすると言われていたんですが、実際は6月の、11日とかそれぐらいに出産をして、で誕生後に赤ちゃんはね亡くなってしまったんですね。ちょっとねこれ本当に私ねガチ泣きしました。いやベルーガのグレイの赤ちゃんをね楽しみにしてたんですよね。残念で仕方がないですね。でグレイにも会ってきました。この子グレイで合ってますよね。そしてお目当てのレイ君にも会えました。かわいいよレイ君、大きくなりましたね。レイ君は目が特徴的なので見分けやすいですね。こう弓形というか笑っているような目をしているのがレイ君です。レイ君もね無事育ってくれてよかったです。私水族館が好きなんですけども、私の好きな水族館を3つ挙げるとすると、大賀水族館が隅田水族館、名古屋港水族館なんですね。名古屋港水族館の素晴らしいところはここですね。イルカを見ながらぼーっとできるスペース、ここの空間が本当に大好きで、仕事終わりにね毎日通いたいぐらいねここを大好きです。いやもうここに来るために名古屋に引っ越したいぐらい好きですね。インスタのストーリーズで名古屋のおすすめのご飯屋さんを教えてくださいと質問をしたら、ヤバトンを勧めてくださった方がいたので、晩ご飯はヤバトンにしました。ご飯は雑穀米に変更いたしました。お箸も可愛いですね。すごく柔らかくてね美味しかったですよ。
おすすめの食べ方、からしをつけるをやってみます。味にアクセントが出て美味しかった。もう一つのおすすめの食べ方、すりごまをかけるもやってみました。まあ、個人的にはからしの方が味的に好きですかね。お腹いっぱいになりました。本日の宿泊場所は去年も宿泊しましたが、安心お宿にしました。カプセルホテルではあるんですけれども、あのビジネスホテルって正直何にもすることないじゃないですか。こういうところの方が温泉とか岩盤浴がついていてね、いいんですよね。ラウンジで味噌汁とお酒を飲みました。あ、名古屋はワンデーフリーパスで移動しています。24時間乗り放題のチケットです。移動距離を考慮してご利用ください。翌朝モーニングのカレーをいただきました。本当はどこかに食べに行こうかと思ったんですけれども、2日目雨が降っていたのでホテルで食べることにしました。今日も東山公園に向かっています。2日連続で東山動植物園に行きました。いやもうね、連日吹雪の顔が見れるのは嬉しいですね。いやもう顔を見るだけでね、なんかこちらは幸せな気持ちになっております。はい、本当可愛いね、吹雪大きく育ってくれて嬉しいです。でも今日は雨なので吹雪は引きこもりでした。まあ仕方ないかななんて思っております。吹雪が元気でいてくれればね、いいんだよ。さあ今日は雨なので他の動物も見ていこうかなと思っています。雨でもカリフォルニアアシカたちは元気です。喧嘩をしていたかと思うとリラックスタイムに入りましてですね、でリラックスしているのかなと思っていたんですよね。あくびもしていますし、ですが突然何か思い立って吠え始めて、そうすると他の子が連鎖して何か始めます。でプールに飛び込んで大暴れをしていました。2日目のお昼ご飯にしようと思っていた動物パンを買いにズーボゲートにやってまいりました。こちらの可愛い動物パン、焼き上がりは11時頃です。もうね、先客の方が1名並んでいました。私の目当てはもちろんクマパン。クマしか勝たんのじゃ。ちょっとね、垂れ目かなと思う子を選んで購入いたしました。可愛いですね。袋が滑って開かない現象が起きておりますけれども、なんとか、はい、パンを取り出すことができました。店内にはイートインスペースがございまして、買ってすぐ食べることができます。半分に切ろうとして先に耳だけ食べてみます。このクマパンの中身はこちらですね。あんこがたっぷり詰まっていました。甘すぎず程よい甘さで、すごく食べやすくて美味しかったですよ。価格は1つ290円です。ピントが合っていない。飲み物はカフェラテにしました。コップにもイラストが書いてあって可愛いですね。ここはお土産屋さんにもなっているので、お食事後にお土産を買うこともできます。正面入り口近くのパネルで吹雪を見た後に、今日はコアラに会いに行ってきました。もしかしてなんですけども、私コアラを、実物を生で見たの今回が初めてかもしれないと思っていて、というのも私水族館は好きで結構行くんですけども、子供の時から動物園に行った記憶があまりない。修学旅行で動物園に行った記憶が1回だけあって、それ以外に行った記憶がないんですね。なので多分コアラ初なんですよ。で、初コアラ、こんな可愛いのって今ちょっとびっくりしているところです。一人テンションが上がっています。この何とも言えないこのつぶらな瞳と手の感じ、なんかカメレオンみたいですよね。ちゃんとよくつかめるようなその手の構造になっているんですね。そして何よりも可愛いのがこのおむつをしているようなお尻、なんかめっちゃいっぱい溜まってる感じのお尻ですけれども、
歩き方が可愛い。やばい。お尻の模様も全部可愛いですね。ケツフェチにはたまらない動物コアラ。雨の中でも食欲旺盛なアミメキリンを見ています。アミメキリンっていう名前がいいですよね。本当にアミメ模様がついていますからね。雨の中でもコロッコロのクマはうろうろしています。吹雪は午後寝ていましたね。さすがのアシカも寝ていました。気持ちよさそうですね。アザラシも舌を出して寝ています。みんな寝ていたので動物カフェでコアラアイスを購入しました。どのアイスにするか悩んだんですけどね、コアラにしてみました。そして夕方の吹雪のおやつタイムです。この日はバックヤードでご飯を食べていました。お魚とペレットをもらってましたね。この後吹雪はもう展示場には出てこなくなります。ちょくちょく吹雪を見ながら他の動物も見に行くということをしていましたら、閉館の時間が迫ってきております。もう東山動植物園をそろそろ出ないといけないんですよね。2日目は閉館時間のギリギリまでいました。また遊びに行きたいと思っています。本日東京に帰るんですけれども、夜行バスの、ね、時間までね、まだかなり時間があるので、大須観音にやってきました。で、晩御飯がインスタで教えていただいたキッチン東京にやってきました。ハンバーグが有名なお店みたいで、和風ハンバーグにしました。赤味噌なのかな、この味噌汁。なんか見たことない色の味噌汁でした。肉汁が溢れています。ソースをかけていただきます。すごく美味しかったです。そしてバスまで時間があるので、向かっている場所は温泉スパに向かっています。まあ、銭湯という言い方が正しいかもしれないですね。なんかこう情緒ある見た目ですごく可愛いですよね。すごくいいお風呂でした。まだ時間があるので、中部電力の未来タワーにやってきました。高所恐怖症でございます。ちょうど春だったんですけども、ちょっと怖くてうるさい私がすいません。春の名古屋の海と空の満喫ラリーというのをやっていて、名古屋港水族館と未来タワー両方行った人にですね、ノベルティがもらえるんですね。ノベルティをちゃんともらってきました。めちゃくちゃ可愛いマステ。そして、東山動植物園で購入したお土産、イケメンゴリラシャバ肉の、ラングドシャ。花と照明がとっても綺麗ですよね。この日はミライタワーとネイキッドがコラボしたフラワータワーを開催中でした。歩きすぎて足が激痛なので、座りたい休みたいプラス癒されたいというのでミライタワーに行きました。いや、めちゃくちゃ綺麗で癒されました。夜景を見ながらね、ずっと見ていましたね。なんかバルコニーがあるらしくて、ちょっと行ってみようと思います。高所恐怖症なのに一応行くっていうね。想像以上に雨が降っていて、屋根が全然なかったので、あ、これはカメラ濡れるから入ろうと思っているところでございます。このウエミーヤっていうやつはクマですかね。結局ね、閉館までずっといましたね。ふと下を見上げると水の宇宙船が光ってる、あれを見に行きたいと思ったんですけれども、帰り怖い、下りの方が怖い、上りよりも下りの方がめちゃくちゃ怖い、怖すぎるんですよ。やばいでしょ、これね、無になってました。
はい、未来タワーの右手に見えるのが水の宇宙船。なんかいろんな色に光るみたいですね。それでは夜行バスで東京に戻っていきます。途中のパーキングエリアでお茶のポテトチップスを購入いたしました。東京に無事朝着きました。あのね、動物園でね、合計で4万歩歩いたんですね。足が痛すぎてね、これはダメだなって思いました。はい、今回の動画はここまでです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。